本日国境なきピザ団はこちらの施設にお邪魔しております。社会福祉法人子どもの家ともいきです。ともに生きようのともいきですね。では中に入ってみましょう。桜の花がですね、綺麗に咲いてます。本日は4月4日です。本当は4月3日の予定だったんですが、1日ですね、爆弾低気圧のために順延されて、本日ピザのボランティアにやってきました。さて会場の方はこんな形でですね、準備の方は進んでおります。そうですね、おっさん、お前お前3人でやってます。なんか喋ったのに、ババさん、じゃあ一言いただけますか。桜のない桜祭りが開催され、翌日には意表ついた春の嵐がやってきました。1日遅れで今回ピザを30枚焼こうと思ったんですが、慎吾ちゃんが間違えて35枚になりました。あいつ6個入れといてって言ったのにさ、7個入ってんだよね。まあ5枚サプライズで増やして、子供が70人ぐらい、ああじゃあいいですね、60人いて、であとスタッフとミキティのおやつも入れるともう5枚増やさないとダメなんで、今日のメンバーはこれが、これで今言えないんですけどそして大津さんです。あの今、修行中です。修行中2日目です将来は、池下あたりにピザ屋を出す予定です。食べろママ食べろ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 やとかでしょ、食べろや、お願いします。そして、緊急参戦あ、じゃあ自己紹介。山本です。よしあのピザに誘われてのこのこやってきました。見習い2号です。頑張ります。あと女の人が2人来るんでね、女の人2人、7人か、7人で70枚だから1人10枚計算、そんなに難しくないんだよ。そんな感じです。天気も晴れてよかった。晴れてきたよね。晴れてきた。